どうも、のろです。どうも、たまさんです。どうもです。どうもです。前回、レギュラー企画をやりましょうというお話から、はい、ね、前回ね、マッチブラみたいなのをして、布教活動しようって話だったんですけど、ちょっと話が膨らみまして、ちょっと布教活動の形をちょっと進化させた企画にしようかなと思ってますと。そうですよね。で、今回、何するんでしたっけ？今回ですね、これ言っちゃって大丈夫ですかね？大丈夫です。これだって僕は真面目というか、はいはいはい、すごくこうガチな、はい、企画なんですけども、はい、これもう言っちゃっていいですか？どうぞ、いいすると。いいんですか？はい、ですね、僕の、僕毎日、他の、チャンネルでもさ、モンスターを持ち帰っていると、はい、僕のモンスター、その中でも代表するこのシックモンスターというモンスターを、はい、なんとこの東京の街に、数いらっしゃる、はい、そのホームレスの方の、家っていうんですかね、家ですね、はい、ホーム、ホーム、ホームレスの方のホームに、ボムすると、ボムすると、でそれで布教していくと。ボムというのはいわゆる、書くと、書くってことですね、はい、マーキングすると。でもシックモンスターなら何かドラマが生まれるんじゃないかと。なるほど、なるほど。そこに可能性というか、はい、一つ一つ書くところ、こうシックモンスターを宿すように書いてる。なるほど。で、ね、これを書いてることによって、はい、そこの家主とか、ちょっとなんかいい気持ちになれば、もちろんそれは交渉して、はい、承諾を得たとこだけ、そしてもちろんわかんないですけど、その不法にそのものを置くこと自体も、よろしくないので、別にそのホームレスを特にこう推奨するとかでもなく、ただ、その企画として、ちょっとこうやってみたい、やってみたい、やってみたいと思ってしまったんです。ただホームレスの方たち、僕はあんま接したことないので、いやそうですね、そんな風になるのかが全く想像つかないっていう。我々2人ももうあれですもんね、だから全くもう、なんだろう、こう行き当たりばったりというか、そうですね、どうなるか分かんないっていう、まずそのコミュニケーション取るとこから始まる、そうですね、感じですもんね。まだ一回やってみていいんじゃないかな。そうですね、だからもうこれはもうドキュメンタリー、ね、そうですね、ドキュメンタリーに近いと思うんですね。そうですよね、だからこれからどんだけこの街にそのこのシックモンスターが増えていくのか、じゃあ早速に行ってみましょうか。行きますか。行きましょう。では行ってきます。行ってきます。行ってきます。いやーね、来ちゃいましたね。実際にここはどこですか？ここね、渋谷のなんていうんですかね、これちょうどあのね、タワレコの裏なんですよ、はい、でまあ目ぼしいところで言うとあのディーゼルがあるんですけど、はい、ちょうどこれここ行くとトンネルがあって、で、そこにちょっとあのね、ホームレスの方がいるんじゃないかっていうので、ちょっと今から交渉に行きたいと思いますんで。ああ、でもね、小屋ありますね。うん。結構でかいのか、しかも。すいません。僕、アーティストをやってて、で、毎日10年間モンスターを描いてて、で、今そのいろんな、その、このホームレスの方の小屋に、そのモンスターを描かせてもらってるんですけど、描かせてもらえたりとかってしますか？ここに、そうですね、そのキャラクター、シックモンスターっていう、なんか、すごいシンプルなモンスターがいるんですけど、それを今なんかいろんなところでこう回って描かせてもらってて、かけたりしますかね。もう私昼間いないから。はいはいはい。あ、今もここで。あ、やるの？はい。もう目の前で。あ、大丈夫ですかね。いいよ、やっぱり。いいですか。ありがとうございます。記念すべき、一人目なんですけども、許可出ました。おお、マジか。出してくれたらね。あ、本当ですか？あ、なんかいないですよ。
ビがたくさん。今何て言われたんですか。中途半端ダメみたいですね。なんかすごくね、こう一括入りましたね。ちょっと舐めてましたね。舐めてましたね。じゃあちょっとここからさらに。じゃあ俺の。今あちこちやってるんですよ。そうなんですよ。いろいろ。で何？今日は初めて。ここから今日ここからです。ここからスタート。どういうミスか。こんな感じで。どういうミスか。これは一つのことを続けたらきっと何か起こる。何でもいいから一つのことを続けてみな。続けたらきっと何か起こるから。で僕は10年モーツァルト書き続けて、今あの表参道で自分のギャラリーを先月持った。じゃあこれはだからモンスターとモンスターを書き続けて、僕はいろんな経験を得て今ギャラリーを持ってやってる。そのメッセージも込めてます。めちゃめちゃこれイケてるハウスが胸張ってここじゃないですか。勉強してください。ありがとうございます。いや野呂さん、これあまりにも驚愕したことが、はい、あのホームレスの人マジで優しいですでしたね。正直、はい、最初どんな感じだったんですか。いや本当にすいませんって、アーティスト活動してて、はい、ちょっとあの自分が 10年間ぐらい毎日モンスター描いてて、そのモンスターを、はい、まあ、小屋に描かせてほしいですみたいな、はいはい、そしたら最初なんかちょっと間があったんですよ、はいはいはい、だからやっぱ難しいのかなと思って、はいはい、で、あこれはちょっと NG かなと思ったら、はい、ちょっと間があって、はい、いいよって言われて優しい。でね、その後も結構いろいろ会話して、はい、でなんかお礼まで言われてしまいなんかやっぱシックモンスターで、はい、やっぱあのホームレスの人もこう自然と笑顔になってたというか、あ、まあ、なんかまあコミュニケーションを取って、うんうん、だからなんかすごい一発目としてはなんかめちゃめちゃいい幸先良かったですね。いい幸先良かったですね。その方が、寝てらっしゃるので、ちょっとあの小屋ではないんですけども、あの寝袋があるので、その寝袋にちょっと書いていいかな。ちょっと交渉してみていいと。大丈夫ですか。ちょっとやばかったらあの僕はもう何も言わずにそこからあの出して逃げるので、とりあえずちょっとあの寝てるとこ、はい、ちょっとあの聞いてみたいと思います。行ってきます。すいません、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 すいません。ね、ダメです。でしょうね。ダメです。でしょうね。結構粘ったんですけど、だいぶ粘ったんですけどダメでした。知らねえ、俺に声かけんじゃねえ、まあ、そうですね、あのやっぱ寝てらしたんで、はい、まあ、ちょっとね、あの起きてる人の方がいいかもしれないです。そうですね。まあ次ね、ちょっと3人目こう果敢にチャレンジしようと思ってるんですけど、はい、
まあ、とりあえずね、今、ここが、見てください。これ、代々木公園。夜の代々木公園ですね。夜の代々木公園って、こんな気味悪いんですね。しかもなんか、ね、霧ね。霧が、ね、霧がすごく。急に霧が出てきましたね。で、これ、わかるかな、カメラで。これ、息も、ちょっと伝わんないと思うんですけど、すげえ白くて、多分今すごく寒いんですよ。なんで、ちょっとこの後ね、ちょっとまあね、どうなるかわかんないんですけど、ちょっととりあえずこの代々木公園にいるんじゃないかと思われるちょっとホームレスの人を、探してみたいと思います。行きましょう。行きましょう。あの人に聞く。じゃあちょっと3人目。すいません。ちょっとお伺いしたいんですけど、今、僕毎日モンスター10年間ぐらい書いてアーティストなんですけど、そのいろんなそのホームレスの方の小屋とか私物にそのモンスターを書かせてもらってて、僕のその、まあ、毎日書いてるモンスターがあるんですけど、モンスターってこういうキャラクターを毎日書いてて、壁、まあ普段はそのこういろんな自分のその紙とか T シャツとかにやってて、で今その僕のそのアートのプロジェクトでその街に自分のモンスターを増やしたいんですけど、壁とかに書いちゃうと、まあ、法律的にアウトだから、そのホームレスの人の小屋とか私物に書いてもらってて、書かせてもらってて、なんか書かせてもらえたりしないですか？なんでもいいですけど、ほんとちっちゃくとかでもいいですけど、このビニールシートとかでもいいんで。どれぐらいだったりですか、最大。なんか例えばこの辺のこの辺とかいいですか。まあ、これぐらい？あ、OK です。じゃあちょっとペン持ってくるんで、いいですか？すいません。何年ぐらいやってんすか、ホームレス。あ、長いっすね。で、まあ、ここで10年ぐらいですか、もう。あー、大阪にも行って。お名前は何て言うんですか？僕はね、トマソンって言います。でもね、毎日モンスター描いてて、もうそれ10年ぐらい続けてるんで、そのお父さんのお父さんと同じぐらいやってんすよ、このモンスター描くっての。なんか続けてることとかってあります？なんでもいいっすよ。なんか1日1回体操するとか、ほんとなんでもいいから、ぜひね、続けてほしいですね。何かをできました。可愛いでしょ。写真だけ撮っていいですか？ちょっと1枚だけ。ちょっと写んないようにするんで。あ、撮ってもらっていいですか？僕をちょっと、これ。すいません、夜遅くにありがとうございます。じゃあまた近く来ることあれば寄るんで、すいません、ね、ありがとうございます。いきます。やりました。どんなでした？いや、でもなんかすごい普通に会話して、すごい優しい方だったっすね。ただちょっとあそこは厳しいみたいです。ちょっとやめた方がいいっていうことだったので、まあでもシックモンスターは、ちょっとビニールシートの方に書かせていただいて、無事今日はこれでミニシックモンスターですね。はい、今日活動成功しましたね。いやでも何ていうんですかね、ちょっとね、まあ最初ちょっと怖いなとか、やっぱなんかこうね、まあね、
まあそれは当たり前なんですけども、まあ、意外とやっぱ話してみるとやっぱ人に歴史ありというか、で普通にやっぱなんか僕ってこのシックモンスターを布教するっていう風にしなければ、まあ多分きっと一生接することのない、まあ、方々だと思うんですけど、まあ、そのシックモンスターを書かせてもらうことによってなんかこう生まれるコミュニケーションというかで、なんか話してみるとなんか、まあ、なんか福岡にいて大阪に行って今東京でとか、なんか僕は毎日モンスター書き続けてるんで、なんかお父さんもモンスターじゃないけどなんか毎日続けたらどうですかとか、なんか普通そうそう、なんか意外となんかそういう話をしたりとかしてて、なんか僕もそのまあ今だとギャラリーに一人でこもってることも多いので、まあなんかすごく、まあ、気晴らしにもなったし、まあなんかすごくこう、まあ初回だったんですけど、まあ、今後ちょっとねどうなっていくかわかんないですけど、まあ徐々に徐々にその増やしていければなと思っております。まだ次回の、このシックモンスター布教活動にちょっと期待していただいて、今日こんな感じでどうでしょうか。最高でした、ありがとうございました。またまた、ありがとうございます。ではでは、ありがとうございます。